PVP 最初は第二次世界大戦中人工血液としてドイツの科学専門家レッペに発明され、その以来中国も PVP の研究及び生産技術の開発に積極的に取り込んでいた。1986年中国政府は初めての PVP 生産できる国有企業を立ち上げ、当時の産農は 500kg 年しかなかった。 2003年あたり企業が正式に民営化され、つまり今の白愛新戒厳製薬古墳有限講師である。2009年白愛新戒厳製薬の PVP 生産能力はすでに年間2500トンまで拡大し、同年 PVM、MA 強重合物及びその誘導品の開発も始まりました。2010年の時、新鮮の創業版で成功に上場。 中国国内の唯一上場、PVP 企業として、白愛新海源製薬は中国では1位の PVP 市場を有して、グローバル市場では、バスフト ISP の次、第3位の PVP 生産メーカーであるようです。今、PVP の年間生産量は、約1万トンになります。本社工場、中国河南省国際業務部、中国天津港分子実験室、 中国天津 CAS ナンバー9003から39から 8NVP の高分子重合物であり、精膜性、吸湿性、粘着性などの性質を有し、工業、化粧品、医薬領域など幅広く使われている。CAS ナンバー252495419003から39から8外観、白色、または微光白色の粉末です。 かすかに特有の香りを有し、ほとんど無味です。また、あらゆる溶媒に不要です。本品は重合プロセスで製造される、ポップコーン重合体で、加強結合した不要性ポリビニルピロリドンです。主にポリマーサの絡み合いにより生じる、物理的性質により、製品の特性が決まります。加強結合は、化学的性質及び物理的性質を有しています。 当製品の特性を生かして、製薬状剤及び避け、エキスロカなどの領域に応用できる。CAS ナンバー、9011から16から9、本品は、メトキシエチレンと無水マレイン酸の強重合体で、優れたなキレート性、静膜性、生態適合性を有する、新型オーラルケア用材料です。特に、PVM、MA 強重合物とカルシウム。 ナトリウムの混合塩はよく入れ歯安定剤の使用原料として使われている。なお、上述の混合塩商品は今、世界中生産できるのは、アシュランドと白愛新改元製薬この2社しかありません。CAS ナンバー25086899水とアルコールの両者に可用なビニールピロリドンと酢酸ビニールの強重合体です。優れた可塑性。 粘着性と静膜性はあり、よく生発量の中に、被膜剤として使われている。CAS ナンバー、88から12から 0N、ビニルマイナス2、ピロリドンは、五陰ンンラクタム構造及びビニル元を持つ、有機化合物であり、水溶性合成高分子化合物である、ポリビニルピロリドンのモノマーである。CAS ナンバー、616から45から5に、 ピロリドンは5ンランクタム構造を持つ有機化合物。水、エタノール、酢酸エチル、ジエチルエーテル、クロロホルム、二硫化炭素、ベンゼンなど多くの溶媒と互いに混合し、工業用溶媒として用いられる。またポリビニルピロリドンなど高分子化合物の中間体として用いられる。CAS ナンバー926から02から3、レッペ反応で生成する。 ビニルエーテル類中間体、主に樹脂、コーティング剤等に使われている。CAS ナンバー、2235から00から9純度99%以上 UV 交イ陰キ等に使われている。ありがとうございます。